カニ、カニ玉、サウザン、カニ玉サウザン、もうこけてたね、ドアが。はい、いただきます。ブロッコリー。うなぎみたい。サンマです。3年やってると、たまにこうしますよ、一人の時も。たまによ、意味違うんだけど、それはあれですかね、よっから聞こえるのは。私じゃないですよ。私は静かです。上手だね、そしたらこうね。バリバリ。ブル行くぞ。うおぉ、うまっと。母ちゃんうまそうに食べるね。調子に乗った時が。さっきの飛んだらもったいないじゃないですか。母ちゃん、母ちゃんうまそうに食べるねって言ったの、うん、ボリボリ食うね、絶対、うん、置くのが必要だね、お口を置くのがね。これうまいね、カニ玉、今日の卵いっぱい入れた1個。サラダ入れた、マヨネーズ、マヨネーズ入れたからか、だからサラダかけてみそなんだから。3まで思い出しました。今日言うの忘れたんですけど、今日言おうと思ってネタ用意してたのが一つあって、今3まで思い出しました。ここで言います。フワちゃんが辞めてラジオ、いろんな人が変わってるんですよね。乃木坂とかいろんな、今日やった方がですね、もう
さんまで思い出すのは、あんまのあんまんとかいっぱいいた人たちがなかなか自粛してるんですよ。もったいないんですよ。まあ、佐久間さんのところには入れてるんで、まあいいんですけど、大体フワちゃんのところで活躍してたそのラジオのリスナーさんが少なくなってったんですよ。下村参戦とかああいうのは出てきますけども、メインだった、フワちゃんが可愛がってたあんまのあまんまんとかですね。やっぱり気使ってんのか、ちょっと自粛してるんですよ。いいことではあるんですけど、羨ましいなと思ったのは、私もここで観光客の旅行の YouTuber が来て、最初に YouTube 見ててやりたいなと思った時に、一緒に始めたんで勝手にやったんですけど、真似して。最初バレないうちはみんな私、富士を楽しい、面白い、最高だってみんな言ってたんですよ。ここで盛り上がったんですよ。で、私が YouTube 始めた途端に、その人たちが引いてったんですよ。怒って。私がやったんで。その後そこで見てた人たちが、藤尾面白いなって言ってる人たちが、みんな消えました。ね。だからフワちゃんも悩ましいなと思いますけど、残ってるから。残ってんのか。疲れて辞めたのか、休んだのか、休んでるのか。次来た人たちが会わないのか。なかなか乗せ方が違うんだ。私もあんまり、何て言うか、今日の人はですね、誰だったか忘れたけど、自分ごとき多いんですよ、自分の話が。多いけど、私みたいに自分はすごいんだ、みたいな。自分はモテるんだ、とか。私だったんですよ、そっくり。だから私の名前人気がないのかな。そうなの？わっちゃんはどっちかって、下じゃないですか。バカじゃなくて、バカやってみんなを乗せてったじゃないですか。だからそういう人たちは夜中から見てって楽しかったと思うんですよ。今日の人はですね、あれ？忘れました、誰か。なんか、いろいろ頑張ってはいるんですよ。なんか、いろんなことやって頑張ってはいるんですけど、面白くないですよ、全然。聞いてて。まさに私の YouTube かな、みたいな感じです。自分だけ乗ってってんですよ。ただ気になったのが、フワちゃんってですね、あれは、どうだった？ザリガニ鮮魚。ハリザリ鮮魚。フワちゃんはですね、なんだった？カジュアル選挙のやつ。熊本のやつ。有田って、友達なんですよ。みっちゃん。だから、その女はですね、有田さんに頑張れって言われたとか最初に言うんですよ。なんでこんなこと言うのか、わざわざ。有田さんも私の味方ですよって、有田にも申し訳ないじゃないですか。まあ、有田も言ったと思いますよ、建前上は。頑張れよって。でも今までずっと、フワちゃんとやってきたのに、その女言ってんですよ。自分をよく見せたかったのか。で、佐久間さんも出してきたんですよ。まあ、同じテレ東かなんかだったんで言ったと思うんですけど、もし、例えば自分が代わりできてて、もう次にやろうと思うんであれば、いらない話じゃないですか。その土台を言うのはいらないじゃないですか。私は、こうこうこうです。こんなラジオを作ってきますよ。私はこの人も知ってるでしょ、あの人も知ってるでしょ、この人もあれでしょってどんどん言ってたんです。あれでちょっと私は最初引いたんですよね。それ聞いて怒る人もいると思うんですけど。別になんか、女性なんで、女は人気があるじゃないですか、みんな。相田鉄平に乗っからずに自分のキャラで行けばいいかってよかったんじゃないかなと思ったんですよ。相田鉄平とか佐久間さんとかいろんなこう不安だったんかもわかんないです。不安っていうか自分が大丈夫かなと思って言ってたんですよね。いろいろあれ逆効果かじゃない逆効果じゃないかなと思う。私は思います。
って話。でも頑張ってました。でも私は切り替えます。切り替えたらもっと面白くなかったです。反対は。最近ちょっと思ったのが面白かったのがですね、アリン・クリンがですね、名前ね、さっき言ってた女、愛媛の女、演歌を歌ってる愛媛の女の人ですよ。あの変な男と付き合って、とにかくあの女と出てたんですよ、アリン・クリンが。で、あの男いるじゃないですか、ミルクティー飲んでる。あれ面白いですよ、あの男。ニッキーは黙ってたけど、方言しか食べてない。ごちそうさまでした。さよなら。